こんにちは。こんにちは。24強。この数字はある生物の地球上の総個体数の推定値です。何の生物かわかりますか？ゾウ。シロアリです。そのような莫大な個体数がいるとされるシロアリですが、あなたは実際に見たことはありますか？ない。では日本で最も身近にいるヤマトシロアリを見てみましょう。ヤマトシロアリは朽木を食べ物および巣として利用し生活しています。お菓子の家に住んでるみたい。シロアリのコロニーは巣を飛び立った羽アリのオスとメスが出会い、協力して巣を作るところから始まります。創設王と創設女王は黒いんだ。働きアリは祭事や他の個体の世話が、兵アリは外敵からコロニーを守るのが主な仕事です。最初は創設王と創設女王の2匹ですが、だんだん働きアリや兵アリが生まれてきて、コロニーは成長していきます。産卵に専念するようになった創設女王の腹部は大きくなります。アホ。野外で採集するとほとんどが大きな成熟コロニーです。これは成熟コロニーの王と女王です。初期コロニーもっかい見せて。いいですよ。何かが違う。成熟コロニーに創設女王がいない。ご名答。成熟したコロニーには創設女王はおらず、その代わりに後から生まれてきた二次女王がたくさんいます。一つのコロニーに二次女王が600匹以上いることもあります。そんなにたくさん。でもたくさんの二次女王が創設王と創設女王の娘なら、父と娘間の近親交配を繰り返すことになるのでは。近親交配は良くないって聞いたことある。鋭いですね。生物にとって近親交配には蒸気のようないくつかのデメリットがあると考えられています。とにかく近親交配は良くなさそう。その疑問からヤマトシロアリのコロニー内の血縁関係を遺伝子解析で調べてみると面白いことが分かりました。遺伝子解析の結果、なんと二次女王は創設王の遺伝子を持っていないことが判明しました。なんだと複雑な家庭事情。創設王はうちのパパじゃないっしょ。説明します。働きアリや兵アリ、羽アリは創設王と創設女王による有性生殖で生まれる一方で、創設女王は二次女王を単位生殖で産みます。単位生殖ってメスが自分だけで子を作るってやつか。単位生殖で生まれた二次女王たちも創設女王と同様に繁殖に専念します。そして二次女王もまた、次世代の二次女王は単位生殖で産みます。創設女王と二次女王が一緒にいるコロニーもあるんだね。創設女王はいずれ死に、女王の座は二次女王たちが占めます。つまり女王は遺伝的に不死身なのね。この繁殖システムによって近親交配を完全に回避できて、あまたの二次女王による産卵速度の向上も可能になるのか。ちなみに創設女王の遺伝子型が CD 型だった場合、生まれる二次女王の遺伝子型は CC 型と DD 型になります。CC 型の二次女王が産む次世代の二次女王は CC 型、DD 型の二次女王が産む次世代の二次女王は DD 型になります。AQS と名付けられたこの繁殖システムは、ヤマトシロアリで発見されて以降、系統的に離れた他のシロアリでも続々と確認されており、一度獲得されると、非常に合理的で安定的な繁殖システムであるということね。でも、女王はどうやって単位生殖と有性生殖を切り替えているの？なぜ、単位生殖で生まれた個体だけが二次女王になれるの？いい質問ですね。それらを解説する動画も鋭意制作中です。ご期待ください。このような面白いシロアリ研究を解説した動画が他にもたくさんあるので、ぜひ見てみてください。面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。